アズールレーン。指揮官くん、武士は食わねと高笑い？お昼ご飯はちゃんと食べなきゃダメだぞ。ほら、一緒に食堂行こう。指揮官さん、今日も忙しそうっすね。ああ、そうだ、仕事手伝ってみてもいいっすか？ちょっとは私でもできると思うんすよね。ああ、指揮官さん、やっと見つけた。探してたんですよ。はい、さっき執務室の前にペン落としてました。どこの世界にもいろんなルールや規則があるけど、それにこだわってたら守れないものもある。そう思いません？指揮官さん、昨日の夜、女の子と二人っきりで何をしてたんですかね？え？見間違い？いやいやいや、絶対いたって。ほら、正直に言ってみ？意外と面倒見がいい。そうかな。あんまり意識したことないんだけど。ねえ、指揮官、今って暇？食堂の新メニューが神らしいから食べに行きたいんだけどさ、ちょっと付き合ってくれん？